うん、私もダイナー持ってるんですけど、こんなんじゃないですか、ね、こんなに違うんだ。塗ったんですよ。イベントに来ました。南団地って言ったら向島の方だ。優しい。これ小学館の人。何だろうと思って。すごいですね。ビジュアルなめっちゃシンプル。はい、チーズ。かわいい。場所リスト、モノリストって名前がかわいいな。それなんか乾かして、綺麗に綺麗に撮るのが上手になった。久しぶりにシンプル。なんかムケムケなんだと思って。カメルでこんなにってこんな違うんだよ、これ。しかもこれ、これダイナーだから限定版。私もダイナー持ってるんですけど、こんなんじゃないですか、ね、こんなに違うよ。これ7本なんですよ。スマホの写真ってどれでいくんですか。せっかくだったら折った方がいいでしょ。まず変わりましょう。スタンプノート。スタンプノート、グッド、グッド。そう。はい、代表で撮って。気持ち悪いよね、これ。気持ち悪いよね、本当に。いいね。何がいいのか、君のペアいいね。気持ち悪いよね。すいません、次に視線こちらお願いします。ちょっと開いてもらっていいですか。この風はいいかも。この気持ち悪い人たちのね、本当に気持ち悪い人たち。誰かの紙袋もどっか入れた。
私はちょっと一つずつだったら、もう仕事ぐらいしたの。これだ。食べよう。うん。関西じゃないと。こんな行ったら絶対自分で。京都って結構あるんですよね、御所参りとか。なんか鳩の形の。我々関東人にはちょっとできない。マヨネーズかけますよ。あ、かけてどうぞ。すごいすごい。持ち方が違うね、関西人の持ち方は。すごいすごい。俺も関西人なんだけど、全然やってないから。お店の人みたい。女タク、さすがスタッフ。スタッフバッジ持ってるだけある。すごい。すごいすごい、完成した。やったー。そして、なんかお店っぽい。何なんかバイトしてたよ、としたら。すごい、見たことあるコピー。やつはバイトしてた。細野さんって京都で何年なんですか。素晴らしい。映えるね、うん、ザ・お好み焼きって感じ。やべえ、さっきのはすごい慣れてるんだ。よく壊れるんですか。すいません。どうも、私もめっちゃ自分で送っておきながらめっちゃ迷子になりましたもん。めちゃめちゃ簡単だったよ。どこやだってほら、さっき画像で住所、あの地図が来たけど、え、なんか簡単だったけどなって思いました。だからね、もう一つあるんですよ。あ、そうなんか一応いただいた住所でこっちに来たらここにたどり着きました。はい、いい感じ。素晴らしい。いただきます。山芋の塩パーティションだったで、面白いよね。うん、うん、この上下もかわいい。このピンクかわいいね。
かわいい。あ、いい素敵。このじゅんさんのノート。いつもさん、これもすごい。最高。カニって。これか最高。最高ってこれ。このリビルカバーやばっていう感じの。これもすごい。なんかちょっと手帳っぽい感じ。ありがとうございます。このページ分。紙のこんな四角く切って貼ってるのは、あの。すごい。すごい。やばい、ちょっとやばいに入られましたね。